ホーム町田のメンバーです。ゴールキーパーは福井、ディフェンスラインは右から三木、深津、高橋、土井、中盤ボランチの位置に高江と佐野、右に吉尾、左に平戸、前線は長谷川と中島です。続いてアウェー愛媛のメンバーです。前節から3バックに変更しています。ゴールキーパー木本、3バックは西岡、浦田、三原、中盤中央に山瀬と田中、右のワイドに茂木、左に内田、シャドウの位置に近藤と吉田、ワントップに藤本という予想をしました。ニアサイド、高橋が触ったボール、こぼれる、長谷川、愛媛のカウンター、ボールが通る、近藤、そして三原が上がってきました。三原、中に入れる、内田のシュート、カウンターからですよね。でこれは、まあ、本当に低く抑えたシュートでしたけどね、はい、ちょっとアウトサイドにかかってるのかなっていう感じは見えますけどね。バウンドもしてますしね、難しいシュートだったと思いますが、愛媛は今これバランスを取りながら自分たちが流れてますからね。ここで愛媛ボールに変わる、ルーズボール、つながって平戸、外を追い越す長谷川、平戸、中に送る、中島、落として左足のシュート、吉尾、先制ホームの町田、中に返して一つ溜めて、まあこれ吉尾選手自分の得意の左足ですよね、はい、これ中島選手のこの一つのターンですよね。コントロールやっぱり方向を変えるコントロールで自分が前に向いてかと吉尾選手は来たところ、流れてきたボールの同サイドを狙ってシュート、真下のコーナーキックです。下げます、ここから吉尾が左足で入れてくる、ゴールに向かってくる、そのまま入った、吉尾今日2点目。そうですね、これだ、ここで本当はこれクロス上げるところをそのまま狙ってきて、はい、ゴールに向かってくる左足で前で触ればっていう形ですけど、ドゥドゥ選手触ったんでしょうかね触ってないでしょうね、はい、ドゥドゥ選手はもう自分が触ったんだっていう感じで喜んでましたけどね。愛媛も縦に早くなりましたけど、はい、スペースが空いた分だけ町田の方も簡単にボールをつなぐようになりましたよね。平戸からドゥドゥ、中に送る、長谷川落とす、平戸が入ってきた、平戸、町田3点目、秋元としては、まあ、長谷川がブラインドになったんだというアピールでしたね。そうですね、ただ、まあ、プレーには一切関係ないで、はい、もうずっと歩いてるような感じでしたからね。今みたいな基本的なところはきっちり続けていかないと今後に繋がらないですね、はい、吉尾が狙っている、ドゥドゥも行く、ドゥ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 こぼれる、吉尾、ハットトリック達成、まあ、ここ本当に流れてこれドゥドゥ選手体うまく入れてちょっとボール後ろ流れたところ綺麗に吉尾選手カバーしましたね、はい、右足で流し込みましたね。ダイレクトで折り返す、高橋翔平のクリアです。体を使ってキープしたチョンテセ、一人かわす、前が空く、打ってくる、クロスバー、ドゥドゥがいる。そうですね、これボール行かないで前もう狙って済まして打ってますよね、はい、回転でしたね。これ引っ掛けます、回したボールショーンテセに入る、ショーンテセ溜めて左に送る、入れ替わった、シュート、太田
マニータ達成5対0。そうですね、これやっぱりジョンソン選手いい縦パス入りましたよね。これキープできて相手完全に全員引き連れて、あとはもうフリーでしたね。太田は今シーズンの3点目。3になりました。ここで試合が終わりました。5対0、町田快勝、久々の連勝になりました。4月に3連勝して以来今シーズン2回目の2連勝。